ジャニーズ事務所タレントの CM 出演2編。平野市耀も影響を受け、企業は消費者と株主の声に耳を傾けるとき、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演2編が続出。日本の広告業界において、ジャニーズ事務所所属のタレントが CM に出演することは長らく一つの常識でした。 その魅力的なルックスやトレンディなイメージは多くの企業にとって魅力的なブランド広告を生み出す材料となってきました。しかし最近ではジャニーズ事務所タレントが CM から姿を消す編が続出し広告業界に大きな波紋を広げています。平野仕様のパブリンズ CM 契約終了。その中でも昨年7月から P&G の パブリンズ CM に出演していた元キング、リンチェの平野仕様のケースが特に注目されています。彼の契約が更新されるかどうかは長らく謎でしたが、とうとうその結末が明らかになりました。彼の CM キャラクターは熱血キャスター松岡修造と杉ちゃんに交代することになりました。広告代理店関係者によれば、 これは、ジャニーズ事務所タレントの CM 出演からの撤退の一環であるといいます。P&G 社の選択潜在 CM には、生田東馬と菊池風馬が起用されています。なので、パブリーズも別のジャニーズタレントに変わるのではないか、と見られていました。平野のジャニーズ対女報道後の今年3月から、 平野と松岡の新旧 CM キャラクターが共演していましたが、外資系の同社としては、平野の契約満了後、ジャニーズ事務所とは再契約せず、以前から契約していた松岡に戻すという伏線だったのでしょう。と広告代理店関係者は語ります。他の CM でもジャニーズ事務所タレントの撤退が相次ぐ。パブリーズ CM だけでなく、 他の CM でもジャニーズ事務所タレントの撤退が相次いでいます。例えば、利権ビタミンの利権のノンオイルやセブンイレブンジャパン池田も反動のかゆみ虫刺され薬無比もジャニーズ事務所タレント出演の CM を終了しました。さらに、海外市場での売り上げが主力となっている資生堂も 木村拓也との契約を終了したと7月5日付の週刊文春電子版で報じられました。1980年に近藤正彦が CM 出演して以降、ずっとジャニーズタレントを起用していたハウス食品も桜井翔との契約は終了していないものの、公式サイトで主力商品として紹介されているのはソリマチタカシのジャワカレーと坂井倉奈々の 完熟トマトの林ライス。テレビ CM でも二人の姿が目立ちます。と広告代理店関係者は指摘します。ジャニーズ事務所の CM 出演に対する企業の姿勢。これらの CM からジャニーズ事務所タレントが姿を消す背後には企業側の姿勢の変化が見受けられます。 6月に行われた株主総会では一部のスポンサー企業がジャニーズタレントの起用について質問や意見を出し、これが話題となりました。広告業界関係者は企業としては株主の意向を無視できないと指摘します。企業としては株主の意向を無視できない。順次、契約期間が終了するこれからがジャニーズ事務所の正念場です。 先日のラジオ番組での発言が批判されている山下達郎も、これが1ヶ月以上前の発言だったら、6月1日に開かれた JR 東日本の株主総会で、クリスマスイブを CM 曲に使うな、と吊るし上げられていたことでしょう。 ウクライナ情勢の影響などで商品の原材料、輸送コストが上がる中、消費者に商品価格値上げの理解を求める一方で、性暴力問題が浮上したジャニーズ事務所に高い契約料を払い続けることには、消費者も株主も納得しないでしょう。と広告代理店関係者は語ります。 消費者と株主の意向がジャニーズ事務所タレントの CM 出演に影響。ジャニーズ事務所タレントの CM 出演からの撤退が相次ぐ背後には、消費者と株主の意向が大きく影響していることが明らかになっています。広告業界におけるジャニーズ離れは今後も進行し、企業としては慎重な姿勢を取らざるを得ない状況と言えるでしょう。 ジャニーズ事務所タレントとの契約においては、広告効果だけでなく、社会的背景や企業の倫理観も考慮されるべき時代に突入していることを忘れてはなりません。